晩春岡本かの子鈴子は一人帳場に座ってぼんやり表通りを眺めていた晩春の午後の暖かさがまるで湯の中にでも浸っているように体の存在意識を忘却させて 魂だけが宙に浮いているように頼りなく感じさせたその頼りなさの感じがだんだん強くなると鈴子の胸を気持ち悪く押さえつけてくるので彼女は我知らずふらふらと立ち上がって裏の堀の縁へ降りていた 材木掘りが家を南横から東後ろへと取り巻いて東北地方や唐太辺りから運ばれてきた木材をぎっしり浮かべている鈴子はしゃがんで堀の縁と木材との間にある隙間を見つけて堀の底をじっと覗くのであった。 彼女は七八歳の子供の頃店の小僧に手伝ってもらってタモを持ってよく金魚や船をすくって楽しんだ王子を思い巡らしたその後すっかり振り向きもしなくなったこの堀が女学校を卒業してしばらくするとまた 急に懐かしくなって堀の淵へ泳いでくる魚を見るだけではあったが一日に一度暇を見て必ずのぞきに来たそんな癖のついた自分を子供っぽいと思ったり哀れなものだと考えたりする 今日もまた、堀の水が半濁りに濁って、表面には薄く機械油が膜を張り、そこに午後の日の光線が七彩の色を明滅させている。それに視線を奪われまいと、彼女はしきりにまばたきをしながら、 堀の底をすかしてみようとするただ一匹たとえ小舟でも見られさえすれば彼女は不思議と気持ちが収まり胸の苦しさも消えるのだったが鈴子が必死になって魚を見たがるのと反対にこのごろでは 堀の水は濁りがちでそれに製板所で使う機械油が絶えず流れ込むので魚の姿はなかなか現れなかった魚を見つけられぬ日は鈴子は寂しかった落ち着けなかった 胸のわだかまりが彼女を夜更けまで眠らせなかった。魚と鈴子の胸のわだかまりに何の関係があるのかさえ彼女は識別しようともしなかったが、鈴子は二十歳を三つ過ぎてもまだ 嫁に行くべき適当な相手が見つからなかった山手に家のある女学校時代の友達から卒業とともに比較的知識階級の男と次々に縁組していく知らせを受けて鈴子は下町のしかも 創庇な深川の材木彫りの間に浮島のように存在する自分の家を呪った彼女は自分の内気な引っ込み思案の性質を顧みるより先にこの住居の位置が自分を現代的交際条理へ押し出させないのだと 不満に思う。その呪いとか不満が彼女の密かな情熱と絡み合って一種の苦しみになっていたうっとりとした晩春の空気を驚かして西隣にある青磐所の丸の子が けたたましい音を立てて材木をかじりはじめたその音が自分の頭から体を真っ二つに引き裂くように感じて鈴子は思わず顔が赤くなり幾分ゆるめていた体を引き締め開き目の両膝をぴったりとつける とたんにもくもくとめじかくのほりのそこからにごりがおこってぼらのようなどろいろのさかながすっととおりすぎた。鈴子はいきをのんでいまいちどそのさかなのあらわれてくるのをまちかまえた。 ちゃんまた堀をのぞいているそんなに魚が見たかったら水族館へでも行けばいいじゃないかんちゃんがねまたぜんそくをおこしたからお医者へ連れて行っておくれ忙しく母親が呼ぶ声を聞いて鈴子は「ああまたか」 と思った六歳になる一人の弟の純一が去年の春百日関にかかって以来喘息持ちになっていつ発作を起こすかわからないので誰か必ずついていなければならないこのおもりのためにも鈴子は 姉として母親代わりに面倒を見なななければならなかった。女学校を出てすでに三四年もたち自分の体を早くどうにか片付けなければならない大事な時期だというのに弟のおもりなんかに日を送っていることはつらかった。 誰も私の気持ちなんか本当に考えていてくれない鈴子はそう心につぶやきながらまだ堀へ目を向けている鈴ちゃん純ちゃんが苦しんでいるって言っているのにわからないかい母親の 嘆くような声が再び聞こえると鈴子はしぶしぶ立ち上がって「私だって苦しいんだわ」とやけに思ったしかしいつまで渋ってもいられなかった彼女は急にしゃがんで 小石を拾うと戦国ボラのような魚の現れたあたりをめがけて投げ込んだすると変なおかしさがこみ上げてきた鈴子は少し青ざめてくくっと笑いながら弟の様子を見に家へ入った